皆さんこんにちは、今回はサバイバージェイク・パークのキャラクター紹介と背景をお話ししていきたいと思います。ジェイクは DVD のリリース当初から使用可能なキャラクターで、元ネタなどは特にないようですが、顔はドクターの声も担当しているアレックス・リンがモデルとなっております。祖父が韓国人で、自身も赤ん坊の時に赤と青の漢服を着たという学術書の記憶からも分かる通り、韓国系のアメリカ人で、ファミリーネームもパークではなく、正しくはパクだと思われます。ジェイクはとある会社の社長の息子として生まれ、裕福な家庭で育ちました。キャラクターの背景には兄、学術書の記憶には弟が登場することから、三兄弟の次男だったのではないかと思います。成功が約束されたような家に生まれたジェイクでしたが、周りからの期待や使命感は彼にとってはプレッシャーでしかなく、兄が名門大学を優等卒業したことにより、そのプレッシャーはさらに重くのしかかるようになりました。自分よりもいい人生を歩んでほしいと、父親はジェイクにも惜しみなく高価な高等教育を受けさせますが、ジェイクはそれを拒絶し、学校を自主退学してしまいます。そんな時、ジェイクは家の屋根裏に隠されたようにしまってあった祖父の手紙を見つけます。父親が祖父について語ることは一切なく、乱暴で怠け者の人間だったのだと思い込んでいたジェイクでしたが、手紙を読み、祖父がどういう人間だったのかを探るため、一人韓国へと旅立ちます。祖父は多くの引き裂かれた家族を再会させ、たくさんの人を危険、疲労、飢餓から救った。人々を救いながらも彼自身を救うことはできなかった。おそらく捕らえられて処刑されたのだろうが、確証はない。この学術書の記憶から、祖父は戦争で自らの命と引き換えに、多くの部下や人々の命を救った人間だったのではないかと思います。祖父を知る人間に話を聞けば聞くほど、ジェイクの中で祖父は英雄化されていき、逆にそんな祖父のことを何も語らず、手紙を隠していた父親への反発は大きくなっていきました。自分は一体何者なのか、自分は何のために生まれてきたのか、勉強にも興味が湧かず、自分の居場所も分からず、社会から孤立しているように感じていたジェイクは、祖父のようになりたいと、何不自由のない生活を捨てて森に住むようになりました。森での生活は危険と隣り合わせでしたが、プレッシャーから解き放たれ、今まで味わうことができなかった自由とスリルにジェイクは次第に惹かれていき、数年間森でのサバイバル生活を続けました。その間も唯一連絡を取り続けていた母親は、家に帰ってくるように、父親に手紙を書くように言い続けましたが、父親は会社と金が大事な人間だ、手紙を書いても祖父の手紙のように屋根裏にしまわれるだけだ、そう考えていたジェイクは聞く耳を持たず、家に帰ることはありませんでした。ジェイクは森での生活を続けましたが、ある時食料が調達できず、幻聴が聞こえるほどの極限の空腹状態となります。なんとかイノシシを狩ることに成功し、食料を手に入れ、餓死を免れますが、イノシシの肉を狙う狼に追われることになり、ジェイクは木の上に逃げ込みます。これから何日間も食べることができる食料を渡してしまえば、森での生活はさらに過酷になる。ジェイクは狼を追い払おうと木の上から応戦しますが、どこかもわからない場所の木の上で狼と戦い、一体自分は何をやっているんだ、何がしたいんだと思い始めます。迷子で孤独になるとやってしまう馬鹿げたこと、そうだろう兄さん。弟の幻聴が聞こえた時、ジェイクは何年も認めることを否定し続けてきた真実を認めました。家族に会いたい、自分は迷子で孤独で、自分の人生をどうしたらいいのかわからなかっただけ。父親を否定し、祖父に憧れ、森での生活を始めたが、結局自分が何者なのかわからない。そしてジェイクは母親が何度も語っていた1歳の誕生日の出来事を思い出しました。韓国には子供の1歳の誕生日を盛大に祝うトルチャンチという文化があり、子供の前に本、鉛筆、木綿糸、お金などを置いて、子供に好きなものを選ばせ、その子の将来を占うトルチャビという占いがあります。日本でも選び取りと呼ばれて古くから行われてきた占いです。韓国にルーツがあるジェイクも1歳の誕生日トルチャビを行っており、この時ジェイクは置かれていたものを何も選ばず、父親に近づき父親の指をつかみました。占い師は困惑しながらも、この子は何も選ばなかったという結論を出しましたが、ジェイクは選んでいたんですね、家族を。そして父親も、
ジェイクが自分の指を掴んでいる写真を大事に財布にしまっていました。祖父は確かに他の人間から見れば英雄だったのかもしれません。でもそんな肩書きよりもジェイクの父親は一緒に過ごすことができる父親が欲しかった。貧しかった祖父は自分の道を選ぶことができず戦争に行って死んでしまい、父親は自分はそうならないようにと会社を作りお金を手にし、ジェイクには自分よりもいい人生を歩んでほしいといろんな道を作ってあげようとしていたのではないかと思います。父さんは全てのお金と引き換えに一度でも祖父に会えるならそうする、あなたを見つけるためなら何でも犠牲にする、母親の言葉ではありますが、父親にとって大事なものは会社やお金ではなく家族というのがわかりますね。幻聴で聞こえた母親の言葉でジェイクは自分がどうするべきなのかを理解し、必死に守っていたイノシシの肉を狼に与えました。この時ジェイクは家に帰る決心をしたのではないかと思います。しかしジェイクが家に帰ることはなく、連絡もついえ警察の何日間にも及ぶ捜索も虚しく、発見することはできず遭難死として処理され、ジェイクは霧の森で今もサバイバルを続けている。以上がジェイクパークのキャラクター背景と記憶となっております。ジェイクは祖父のようになりたいと森でサバイバルを始めたわけですが、祖父は自然の中で亡くなった、彼は行方知らずになったという記述もあり、祖父を知る人間も死んだところを誰も見ていません。さらに分厚い黒い煙が彼を取り囲み、次の瞬間には消えていたと証言している人間もいたことから、ジェイクの祖父はまず間違いなくエンティティにさらわれていると思います。そして殺したイノシシの同じ悪質な輪廻に囚われている、今日は俺だ明日はお前だというセリフや、お前は祖父の幻影を追いかけてこの血の山へたどり着いたのさというセリフから、ジェイクはすでに霧の森に足を踏み入れていたのかもしれません。自分が何者かわからず、父親ではなく祖父の影を追ってしまい、霧の森という悪質な輪廻に囚われて明日からは追われる側になる、会社やお金よりも家族や子供を大切にする素晴らしい父親と、最後はそれに気づいて自分がどうするべきなのかを理解したジェイク、しかし結局家に帰ることはできなかったというなんとも切ない背景となってますね。ジェイクの固有パークは鋼の意志、魂の平穏、サボタージュ。鋼の意志は負傷中のうめき声を完全に消すことができるというパーク。昔はセルフケアをせずに負傷状態でとにかく発電機を修理するという人も多く活躍していましたが、最近は回復を優先することが多くなってあまり見かけなくなりましたね。魂の平穏はカラスの近くを通ってもカラスが反応することがなくなり、ドクターの狂気やクラウンの毒瓶、負傷した時の叫び声などをなくすことができるというパーク。鋼の意志、魂の平穏ともに森でのサバイバル生活にはなくてはならないような効果となっております。サボタージュはキラーがサバイバーを担ぐとフックのオーラが見えてフックを壊すことができるというパーク。以前はトラッパーの罠を壊すこともできましたが、現在ではその効果は削除されています。ちなみに工場の労働者がサボットという木の靴を工場の機械に突っ込んで壊して働かなかったことから、破壊工作イコールサボタージュという意味になったそうで、日本のサボるもここから来ているそうです。というわけで今回はジェイク・パークのキャラクター紹介と背景をお話ししました。学術書が公開される前は厳格な父親と周囲のプレッシャーに耐えきれなくなって全てを捨てて森でサバイバルを楽しんでたら霧の森に来ちゃいましたぐらいのねキャラクターかなと思ってたんですけど、学術書の内容がかなり深くて家族愛も垣間見えるいい背景だなと思いました。自分は今回お話ししたように解釈しましたが、考察しがいがある学術書の記憶となっているので、気になった方は一度読んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもキャラクターの背景を動画で紹介しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。